ディビジョン2の第4節、日野レッドドルフィンズ対浦安 D ロックスの一戦をお楽しみいただきます。今日は浦安 D ロックス、その影響で1列は全員今季初先発ということになっています。上からの注目ですね、はい、上田藤村、キム・リョムの第1列です。 D ロックス、さあここからレッドドルフィンズスピード増していきますが、ここで捕まえました。13番のシェンゲス、ここで笛が鳴って D ロックスボールになります。スコットランド代表76キャップ、このゴールはしっかりと確実に決めて、まずは D ロックスが3点を先制です。そして現在ディビジョン2でも首位を走るチームです。さあ左側からのラインアウトボールを一気に押し込もうという D ロックスです。しかしここでポイントがずれて、今度は右側から、さあボールを受けているか、一気に飛び込んでいく、流れ込むようにしてトライ決まりました。さらにボールが上がっていって、このボールはレッドドルフィンズが拾いました。アドバンテージになります。1枚余ってる状況でブレイクできているのイエローカード、マコイにボールを叩き落としたということになって、14番のミサラシオシファー、1分間の退場、市民です。ちょっと見ている側としてもなんだかなという、もちろんこう当事者にはね、いろいろこう解釈も言い分はあると思いますけど、はい、難しい部分ではありますが、さあディロックス素早く離してジャックイヤー、そのままいった、おっとここで起きましたトライです。自身 22m ライン付近です。ここで橋本のキック、このボールはタッチに出ずにメイヤーのキャッチ、メイヤー落ち着いてましたね、風があってかなり処理しづらい状況でしたけど、あーっとここでミスが出た。さあボールを拾ってシェンゲイツ、シェンゲイツ前には誰もいない、そのまま飛び込んだ。 D ロックス追加点、シェンゲイツが今シーズンの2トライ目。そして今度のキックはレイドローしっかりと決めてきました。プラン B でいくかもしれないですね、こうモールと見せて、ただここはモールが進んでいきました。さあハマドは少し左側に寄ったところでストップして、今度は内側、ボールは近くなったか、どこだ。さあボールはまだ中にあります。引き倒すような格好になりましたが、笛が鳴りました。固定セカンドタン、ここで前半に1枚もらっていたリサラシオシは2枚目のイエローカードで、これで退場ということになりました、しかもペナルティートライですね、はい、これで7点を返したレッドドルフィンズです。ここでリサラシオシは退場、そしてレッドドルフィンズがここで5番の木村に代わりまして20番の中鹿俊が入ります。レッドドルフィンズです。さあ一気にブレイクする、橋本からチャンスに内側切り込んで最後に前には誰もいない、左隅にトライ、すぐさま立ってきました。形としては14番が去って、はい、そのマーク役の11番がトライをしたと。あ、そうですね、タックルは高いんですけど。そしてコンバージョンも少し難しい角度でしたが、しっかりとサイドキー決めてきました。これで6点差になります。前のアタックにも備えて出てこないといけない、でも1人足りないんでキックに備える人間が1人いなくなる、ちょっとそういった相手の弱いところを見ていきたいと、ね、しかしこのディロックス強い。そして22番のサミストニットは後半から入っています。ボールこぼれました、拾い上げて笛が鳴りました、ノックオン。プルが今負傷してるかな。ああ、そうですね、2人がかりでのタックルを浴びてオーガスティン・プルがセンターライン付近で少し膝をついています。イエローカード、ボールを一瞬で奪い取る、ある意味見事なプレーでしたけれどもね、はい、エアからレイドロー、もう一度足にかけて、今度はふわりとしたボール、足の近くにタッチした安田拓平、内に放ってボール乱れた。
高さは明らかに高いものは見えないんですけど、最後ラリースルンガが内側に返したところです。はい、であれば、まあ、着地前ですよね。なので空中で11番チャンスペニーイエローカードが出るようです。これでチームとしては2枚目のイエローカード、シンビン奥に合わせました。空中で放っていきます。後ろから走り込んで強烈な当たり、アドバンテージが D ロックスに出ています。まあ、反則ですけど、この反則は不要なんですよね。はい、ヘイドローを転がしていきました。このボールが入る、テュラがそのまま走ってさらに内側、ティアン・メイヤーのトライ。そこから中しか、中しか逃げいんだ、ボールが出ましたね。あ、でもボールの制御は、うん、どうでしょうか。いや、ボールキャリアがボールを奪いました。あ、これはターンオーバーです。 D6 がボールを奪いました、ね、あ、チャージした。そして転がったボールはまたしてもレッドドルフィンボール。ゲームを変えています。キンキンがボールに走っている、ノアトビオのトライ。また一つ返しました、レッドドルフィンズ。このボールつながっています。タイラーボール 22m ライン上、後ろから打ち込んできた、竹内のトライだ。入ったばかり、ジャパン入ったばかりですぐさまトライを取りました竹内周平。いい沼のキック、風下です。そしてさあペニー、内側からオフロードつながった。最後は橋本、レッドドルフィンズが食らいつく。さらに狭いところ、ジケバのトゥポー、そして内側ギルが伸ばしてトライを取り切った。最後は目いっぱいに手を伸ばしていきました。田下からのキック見事に決めました。レイドロー、これで41対26、その差、その差また15点となります。終わらせるんです、うん、レイドローは手前のタッチに蹴り出しました。ここでノーサイドのホイッスル。昨日レッドドルフィンズ対浦安 D ロックスは41対26、15点差で浦安 D ロックス、これでディビジョン2 4連勝となりました。今日この人を務め果たした。さあ今日のプレイヤーオブザマッチは6番の中島慎吾ゲームキャプテンが選ばれました。本格的にラグビー始めたのは18歳、はい、